戻ってきたか。みんな待っている。早く帰れ。何も聞かないのか。お前の様子を見ればわかるさ。そうか。ジルファ、一つ聞かせてくれ。もし炎の剣がなかったとしても、俺を誘ったか。誘うな。それはなぜだ。俺たちみたいにレナに抗おうなんてバカは多くない。そんな心根を持った和光堂を見つけたら逃すわけないだろ。それに今はもういなくなっちまった奴にお前はどこか似ていてな。そいつにしてやれなかったことをお前にすることで俺自身償っているのかもな。嫌なら言えよ。嫌なんてことはないさ。おかげで俺はここにいるんだ。そうか。さあ中に入れ。あ、うん。どうした。わかった。さあ目的地に着いたわよ。ふん、ありがとう。よしよし。あなた、そういうのに興味あるの？ああ、考え抜かれた構造や工夫に驚きっぱなしだ。見てくれよ、この持ち手部分の溝。いや、見せられても困るわ。何かあったんだろうか。時が来た。狙うはこの国の鋭ビエゾの首、それのみだ。腐ってもレナの鋭だ。正面からでは全力で挑んでもビエゾの元にたどり着くどころか城の門さえ突破できないだろう。だが俺たちは切り札を得た。この切り札を
我々は確実にビアゾの喉元に届かせなければならん。そこで全戦力をいくつかの部隊に分ける。全力で挑んでも勝ち目ないって言ったそばからカッコ撃破されてしまうぞ。これは全部おとりだ。切り札を送り込むためのな。おとり部隊は城のあちこちで暴れて敵の注意を引きつけるのが役目だ。だが本物に見せかける必要がある。俺もおとりに加わる。ジルファも？けどそれじゃあビエトには。鉄仮面、お前には誰の助けもなくシオンとただ二人、あのビエゾの元にたどり着いて炎の剣を叩き込んでもらわなきゃならん。おい、まさか二人だけで送り込む気か？一人はレナだぞ。これは誰にとっても分の悪い賭けだ。分けても全てを託すことになるお前たち二人の危険が一番大きい。だからこそ今一度問うておきたい。今なら拒むこともできる。拒めばどうなる？どうもならん。この話がなしになるだけだ。そして俺は奴隷に戻る。お前がそれを望むならな。望まない。ならどうする？お前はどうしたい？俺は戦いたい。何のためにだ？何のためにお前は戦う？俺たちダナが俺たちを虐げる奴らの言いなりにならないため、奴らの都合で死なないためだ。奴隷じゃなくなるため、生きるため、自由に生きるためだ。よく言った。今こそ俺たちの望みをお前に託そう。お前が諦めない限り、きっと壁は壊せるだろう。お前はどうだ？私の腹はとっくに決まっているわ。早く始めたら。ここを出てすぐ右手に門がある。まずはその先の昇降機を登れ。道々に仲間を待機させておく。迷うことがあれば彼らの支援を受けろ。他に質問はないな。よし、願わくはこの戦いが300年続いたレナ支配終焉の行使とならんことを。作戦開始。ここにもフクロウが。意外といるもんだな。
リエザの城はこの先の上層ね。よし、昇降機とやらへ向かおう。ジルファたちが正面から敵を引きつけているはずだ。回り込んで潜入しましょう。紅のカラスのジルファだ。撃っ取れ。ジルファ大丈夫かな。他人の心配をしている場合、私たちにはやることがあるはず。ここにも袋が。意外といるもんだな。どうにかしない限り本当の解放はないのか。何ぼやいてるの。ビエザを倒すことに集中なさい。これが橋の代わりらしいな。落ちたら一旦の終わりだ。始まっている。俺たちも急ごう。待って。どうした。炎の剣を預ける。いいのか。ええ。この先は何があるかわからない。いざ必要になった時に間に合わないなんて事態は避けるべきよ。マスターコアから精霊力を送るのを止めただけ。剣は預けるけど、力を発揮するのは私が必要。忘れないことね。
通れる。急ぎましょう。問題なさそうな相手だ。あたりよって魔王エニカ、そこだ、撃ち込め。治癒の術よ、ファーストエイド。いじった、やられるか、やるぞ。逃さない。マジンちゃん、投げ払う。どういうことに追いかけて。しろ、これで終わりだ。マグナレイ、そこだ、撃ち込め。撃つ、やるぞ。終わりだ。投げろ、マジンちゃん。マグナ決めて。やった、やっと打ち込む。行くわよ、終わりだ。まだ終わりよ。もっと腕を磨かないと。スルドにはまだ届かないか。容赦しないわよ。行くわ、終わりよ。マグナ決めてやる。下げろ、撃つ、どう、やっと、さらに打ち込め。決めてやる、どこだ、勝利さ、はい、決めてやる、下げろ。力の差も測れなかったのね。城内にもまだ兵士が残っているか。それでも少ない方よ。陽動がうまくいっているみたいで。みんな無事でいてくれ。邪魔よ。はい、終わりだ。さらに打ち込む。はい、下げろ、くれ、打ち込む。マグナレイ、はい、当たれ、はい、はぁ、行くわよ、下げろ。
片付いたわね。行きましょう。ああ問題ない。さあ行くぞ。なぎ払う。マグナル。はい次終わりだ。私から落とせるわ。やる終わりだ。はい決めてやる。マグナル決めて。次私に任せて。くれ当たれ。引き締めていこう。火の精霊力を集めてるだけあってひどい暑さね。そんなにひどいのか。感じないんだったわね。羨ましい話だ。問題なさそうな相手だ。暗黒か。もらった。どうだ。あぶね。こいつね。魔王を選びた。やっと。部屋に醤油さ。どこだ。下げろ。行け。くれ。やっと。動け。魔神剣。行け。次。終わりだ。下げろ。くれ。やるか。くれ次終わりだ。くれ下げろ。引き締めていこう。あそこ装甲兵と子供襲われている。助けないと。各界の供物となってもらおう。なってやるものですか。泣き払う。こいつで魔王エギカ。危なれい。くれ。くれ。決めてやる。終わりよ。終わりだ。魔神剣。まだよ。くれ。これで終わりだ。
怪我はないか？こんなところで何をしてたんだ？働かされてたのよ。外の力仕事が無理な奴隷は城の中でレナ人の世話をさせられる。知らなかったの？急にレナ兵たちが怒り出したんでみんな逃げ出したんだ。でも僕だけ見つかっちゃって。とにかくここにいては危ないわ。また装甲兵に見つかる前に早いところ逃げなさい。うん、助けてくれてありがとう。そうだ、これあげる。触らないで。ごめんなさい、僕ただお前が悪いんじゃないんだ。これくれるのか？うん、ここの昇降機の鍵役に立つ。ああ、すごく助かる。さあもう行くんだな。気をつけるんだぞ。奴隷に触られたくなくて怒鳴ったんじゃない、違うか？時間が惜しいわ、行きましょう。調子で行きましょう。なんだこれは。これが修霊球、ダナの精霊力を集める装置。俺たちから奪った精霊力か。クソ、片付いたわね。行きましょう。ああ、問題ない。さあ行くぞ。わかりよせ。くらえ、当たれんぞ。炎を引き払う。やっと部屋昇竜殺。くらえ、炎を上げろ。出さない。終わりだ。昇竜殺。ひどくなっすわ。上げろ。殴れ！こいつで魔王エギタ。やっと炎よ終わりだ。巻き込め。当たれ。炎よ巻き込め。やっと離れよ。終わりだ。見てなさい。そこだ。マジンテン昇竜殺。この調子で行きましょう。ここにもフクロウが。意外といるもんだな。こいつはまた別の鍵がいるみたいだな。
ない。くらえ昇竜卒。来ないよ。終わりだ。巻き込め。下げろ。終わりだ。炎よ、はい、巻き込め。ジそこだ。次行くわよ。エンジン炎よ。空を飛ぶやつか。私なら落とせる。その隙に。わかった。もらった。マグナレイ。マジか。炎よ、巻き込め。巻き込め。この調子で行きましょう。さあ行くぞ。バムカウッター。ノーレイ。マグナレイ。昇竜殺。どこだ。下げろ。終わりよ。行けるわ。はい。引き締めていこう。使えそうな装備。あのズーグルならやめておきなさい。力不足か。
あの昇降機、あの派手な鍵が役に立ってくれそうだ。さっさと片付けましょう。赤いよって、くれ、行くわよ。そこだ、さらにマジック、どういう、そこだ、終わりだ、危ない、当然の結果よ。ここは他と作りが違うな。この先にビエゾがいるはずよ。通りで。よし、行くぞ。